アサル。ねえねえアサル。アサル。アサル。ハローアサルちゃんカノちゃん。お疲れ様ですボス。ボスボス。お疲れ。それでね、急で悪いけど、あなたたちに新しいお仕事があるの。おお、なになに？この車掌ってネガボット車じゃないですか。じゃあまさかこの集合場所って。ん？ネガボット車って何？ネガボット車っていうのはセキュリティシステム開発の世界的大企業よ。そんな、こいつを引き連れてネガボットでの仕事だなんて、さすがに無理があるのではないでしょうか。アサルちゃん、あなたに選択の余地はないわ。最近は成績落ち目でノルマさえ危ういみたいじゃない。だからこれは最後の挽回チャンスなの。しかしボス、元凶は全部こいつなんです。今の成績もこいつのお世話係になってからなんですから。おいおい、人のせいか。そりゃないぜ相棒。その通りよ。その子の面倒も含めてお仕事でしょ。そんな。プププ、怒られてやんの。今回は軽い下見でいいから行ってらっしゃい。なーに、これまで何でもこなしてきたアサルちゃんならきっとできるわ。とにかく仲良くしなさいね。それじゃミッションスタートよん。ちょっとボス、ボス、ボス。おし、話終わった。終わったよ。いいさ、どうせ企業スパイなんて最後は使い捨てられるんだ。んで、ネガボットってもう目の前のこれだよね。おーし、じゃあ早速かましてるか。もたもたしてないでさっさと行くんだよ。頼もー。おい、ちょっと、だから勝手に行くなって。そういうところだよ、まったく。なんだ、どうした。お引き取りください。ご案内します。おいこら、どういうことだよこれは。早速やらかしたのか。カノまだ何もしてないもん。これマジモンのヤバいやつだよ。じゃあなんだ、システムのトラブルか何かなのか。お引き取りください。うわ、セキュリティロボットの暴走です。皆さん避難してください。やばいよ、とりあえずカノたちも逃げた方がよくね。すいません、誰か助けてください。動けないんです。アサル、早く逃げようぜ。いやダメだろ、この状況じゃ無視はできない。カノコはそこの人の避難を手伝ってやってくれ。あ、わかった。アサルはどうすんの。あんまり目立ちたくなかった。こうなったら仕方ない。セキュリティロボのくせに人を襲うな。アサル頑張って、ロボットやっつけろ。やるねえ、めっちゃ強いじゃんアサル。大したことはないよ、この程度。裏社会に生きる者としては当然のマナーだ。企業サイってすげえ。うわぁ、気をつけて、めっちゃでかいやつが来たよ。お引き取りを。悪いぞ、僕はこの会社に用があるのか。お通し願おうか。ここだ。怪我はありませんか。本当にすいません、助かりました。いえいえ、とんでもない。
ところでエントランスはこっちですかね。ええ、そうですけど。え、アサルこのまま行くの？ロボットが暴走してヤバいって言ってるじゃん。いや、考えてみればこれはチャンスだと思ってね。この騒ぎに乗じれば普段は手に入らない重要機密をゲットできるかもしれない。おお、なるほど。それ頭いいっすね、先輩。だろ、僕の下がりすぎた成績を挽回するためには多少強引な手を打っていかないとな。なので自分で言ってた少々悲しいが、とりあえず会社に侵入しちゃおう。ピース。なんだこの惨状。マジで何があったんだ。大の大人がみんなして。おい、どうしたんだよ。泣いてちゃわかんねえから説明しろや。何ですか。おい、こら、カノコ。社内放送のお時間です。モニターにご注目ください。なんだなんだ。皆様、お初にお目にかかります。私はミスターショータイム様の秘書、千鳥でございます。今朝のお知らせ通り、皆様は本日付で解雇となりました。残念でなりません。え、それはどうしてかですか。そう、それはここにおわすミスターショータイム大先生様がこの会社をまるっとお買い上げなかったからなのでございます。これ以上エントランスを不法占拠するおつもりでした。こちらも実力行使に出させていただきます。うわ、大変だよ。見て、アサル。お引き取りください。本日の営業は終了しました。うわー、あいつ悪いやつだよ。アサル、なんとかしてよ。分かった。今隠れて、まずはロボットを排除しないと。よし、どうやらこれ以上はもう出てこないようだな。やったー、かっこいい。まいったか、ザ子供が。あれ、どうしたことでしょう。おーい、聞こえてる、バカメガネ。誰ですか、私を侮辱したのは。さっきから何を勝手なことを言ってるんですか。会社を不法占拠しているのはむしろあなたたちのように見えますか。何をバカな。そんなはずはございません。もうお前いいから、責任者出てこいや。おっと、残念ながらお時間となってしまいました。我々はあなた方と違って暇ではございません。おい、逃げてんじゃねえぞ。
交渉は以上。それではさようなら。皆様今日までお勤めご苦労様でございました。何なんだあの人たちは。まったく迷惑なやつだね。君もだよ。どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます。おかげでエントランスのスタッフはみんな無事です。そうだ、君のおかげで助かった。僕たちの希望だよ。どうかあのめちゃくちゃな人たちをやっつけてくれ。いえいえ、彼女たちは企業スパイの下見に来ただけでして。は？おい普通に言うなよ彼女子。ちょっと皆さん今のはなしで。ごめんご。でもこっからどうすんの？おい君たち、ずいぶん遅かったじゃないか。うわぁ、ロボットが話しかけてきたんだよ。バサル、さっさとぶっ飛ばしちゃって。さっきの生き残りか、どこに隠れていた？おいおい、私はさっきの暴走ロボとは違うよ。まったく、協力者ぐらい把握しておきたまえ。私はここの技術開発主任の米田だ。え？どういうことでしょうか？何を今さらとぼけている。さあ皆さん、ここにエージェントが到着した。まもなく奴らを排除してくれるぞ。おお！わけがわからない。僕がエージェント？なんか誰かと勘違いでもされてんじゃない？まずはオフィスエリアに閉じ込められている私の本体を救出してくれたまえ。詳しいことはそこで話そう。頑張ってください。行ってらっしゃい。チドリを倒してくれ。え？あ、どうも。もたもたしないで早く来てくれ。今さらごねている場合ではないぞ。どんどん流されちゃってない？カノたち大丈夫なのこれ？いや僕も全くわけがわからない。ただまあとりあえず向かってみるか。一応何か説明してくれるみたいだし。